23夜様。昔々沖縄では月が半分の姿になる23夜には月待ちと言って、客人を集めて月を拝み、飲食を共にし、楽しく過ごす習わしがあった。ある家でその主人と二人の客人が月待ちをしていると、突然その辺では見かけない水ぼらしい姿をした老人が姿を現し、月待ちの宴に加えてくれるように頼む。客人たちは露骨に嫌な顔をしたが、主人だけは快くその願いを聞き入れ、やがて4人で楽しい月待ちの宴が営まれた。老人は帰り際、次は私の家で月待ちの宴をしましょう。今度の23夜の日に友人を使わします、と言って去っていった。客人たちは貧乏人が大きな口を叩くとせせら笑っていたが、次の23夜の日、本当に友人がやってきた。友人に案内され、主人と客人がついていくと、山のふもとに見たこともない豪勢な屋敷が姿を現した。山のような財宝と山のようなごちそうに目を見張る主人と客人たち。やがてあの日の老人が挨拶に現れ、特別なごちそうをこしらえて差し上げますので、しばしお待ちくだされと席を立つ。驚きの連続だった客人たちは、何か怪しいものに化かされてるんじゃないかといぶかり、老人がごちそうを作っている部屋をこっそりと覗いてしまう。そこで見た光景は、あの老人が赤ん坊を包丁で切り刻んでいる様子だった。客人たちはおろしそそしさのあまり屋敷を逃げ出す。一人残された主人のところに老人が出来上がった料理を運んできた。実は老人が調理していたのは赤ん坊ではなく、人参という、おいしい上に長寿の妙薬となる珍魚であった。ありがたいもてなしを受け、主人が帰ろうとすると、老人は一振りの刀を差し出す。道中七という柱のような化け物が姿を現すだろう。その時は慌てず、真ん中の黄色い七をこの刀で切るがよい。刀を持って主人が帰路に着くと、果たして黒、黄色、白の三匹の七が姿を現した。
老人の言葉通り、主人が刀で黄色い七を切り伏せると、七の姿は消え、後には黄金が山積みにされていた。主人はこの黄金のおかげで大金持ちになったが、逃げ出した客人は数日後、傷だらけになってようよう村に帰り着いた。あの老人は実は23夜の神様だったのだ。23夜の神様は時折人に化けて下界に降り、心の善良な者に福徳を授けるのだということである。おしまい。